はい、どうぞ。デイリースポーツの杉田です。よろしくお願いします。すいません、ガーシー参議院の、参院議員のことで、まず、どうも私、懲罰委員会かけられるんじゃないかということで、その、党としての対応をどうされるのかということと、結構その、日本維新の会の藤田幹事長とか、ガーシーさん、やる気がないやめるべきだみたいなことでおっしゃられてましたけども、結構そのガーシー議員のその、心配といいますか、やめるべきだということが、他党の議員から結構出ていることについて の立花党首の見解を教えてください。はい、維新の会の、日本維新の会の藤田幹事長、実はお会いしたことないんですけど、いろいろとお世話になってますと、いろいろ聞いてますよと、ちょっとツイッターでも書いたんですけど、ガーシーの関係者がお世話になっていると聞いております。ここまでにまとめておきます。で、担当の方はガーシーの仕事ぶりがわからないだけで、今申し上げた通り、楽天が経営難になるっていうようなことを皆さんこれ取材いただければ、社員に対してそういうメールチャット出して部外にしているようですけれども、お調べいただければわかることだと思いますので、何をもって仕事をしているしてないという判断基準がですね、まさにそのガーシーが仕事をしていないと言っている人たちに私は問いたいんですが、であれば国会議員もタイムカードつけたらどうですか。時間を売ってる仕事ではないんですよ。国会に来ることが仕事ではありません。何を今さら子供みたいなっていうか、もうそんなことを言ってるから、国会に来てくだらない質問をすることが仕事だと思っている人がいるから、28万8000票を超える合格票がガーシーや、我々 NHK 党に集まったわけですよね。タイムカードでやってくれれば、おそらく、令和新選組のだったってなるんですかね、水道橋博士ももっとゆっくりできたと思いますよ。うつうつ病になって、その人を、クビにするっていうのは大体2年、早くても2年ですよ。労働法3法からすればね、最初は有給休暇があって、商業欠勤があってっていうような、順番で、少なくとも2年間ぐらいは仕事をね、しなくてもちゃんと休業、もちろん給料は若干減らされても保証されるわけでね、うつ病がかかってたかが2ヶ月3ヶ月で辞めなきゃいけないような雰囲気を作っているのが大問題だと思いますよ。だから国会に来なくてもめちゃくちゃガーシー仕事してます。私の知る限りではね、知る限りっていうのは我々だからやってるじゃないですか。 NHK が犯罪者にっていうか、被疑者になってるのもそうだし、もちろん今ね、これ受信料免除について今一生懸命ドバイに行って浜田とガーシーがやってるわけですね。受信料免除についてどうするのかっていうこと、年金の問題もそうですよ。何でもかんでも年金払わないやつが悪いみたいなことをね、誰が決めたんだそんなことと、そういうような多数派が全て正しいと思うような考え方を持つのが危険だからね。だから、どうぞその懲罰委員会にかけるならかけてください。ただ俺は、我々は自民党さんと仲良くさせていただいているつもりですが、当然自民党はそんなことをするつもりはないと聞いていますと聞いています。うち内内ではね、だって国会に来ないから懲罰かけるなんてやりだしたら、学校行かない不登校の人たちとかどうするのと、世の中仕事できない人たちどうするんですか。仕事できない人だって生活保護であったりとかいろんな形で福祉でやっていくわけですよね。だから職場に来れないから仕事できないとか資格なしとかっていうような考え方を持つのは自由ですけど、どうぞ懲罰委員会するんだったらやってください。ただそれに賛成するならどうぞ藤田さんやってくださいと。僕藤田さんに関することを今言いませんけども、それするんだったら全部言いますよ。こっちは世話になってるから今そんな状態で、藤田さんにも思ってる努力があるんでしょうけど、ここまで言った以上は、もしそこで維新の会がそんな懲罰って言うんだったら、僕は藤田さんのことちゃんと言いますよ。皆さんの前それぐらいの情報はさすがに持ってます。ガーシーから聞いてます。だから皆さん懲罰に関心があろうかと思いますが、これでいきなりね、懲罰っていうのは多分4つぐらい4段階あると思うんですけど、
まあ懲罰委員会開かれることはいいと思ってますよ、ちなみにね。ただ彼をその懲罰することについてというか、まあいわゆる除名ですよね、一番重い、これをするっていうのはちょっとまだ時期尚早だと思っています。で、まあ、3月にもう本人帰ってくる方向でこっちも調整しているので、まあ当然気運としては、まあ、それまで待ちゃいいじゃんと。そこで帰ってこなければ、それは僕は逆にもうむしろ一発で除名でもいいと思いますけどね。帰ってくると言っときながら帰ってこない、もちろん正当な理由があれば別ですよ。でもその正当な理由がなければ、そこはもう帰ってくる被害者をさせる除名でもいいのかなと、そのぐらいの気がしていますので。あとはまあちょっと国会というか、これからだから国会決めなきゃいけない、ガーシーの懲罰の件と、逮捕許諾が出た場合っていうところがあると思うので、まあただその逮捕請求の許諾っていうのもなかなか出す気がないんじゃないかなと思ってますけど、まあ、それがもし出るんだったら、こちらとしてもそこはちゃんと対応していくと、我々が何が対応できるか分かりませんが、いずれにしてもその辺については全て想定をしながらガーシーと打ち合わせをしています。いいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。